山竹でございます。タイトルに間に合わなかったですね。いやスランプだな、入れないや。先ほどもですね、なんかここ入れなくて、リズムはね全体的に悪いというか、なんだろう、スランプだな、きっとこれ。いいショットでした。これ本気のキャラなんでガツンとクリアしたいと思います。難しいな。すげえ。超すげえ。1個2個。1、2、3箇所。すげえな。見ちゃった。1箇所だったらですね、反射して、入射して反射っていうのであればな。そういうのであればまだね、うまいくらいで済むんですけど、反射3回だね、すごかった。まあ見れないですね、そんなに。なんなんだろう、ね、あれ、山竹はね、私はあの超絶の中でも結構難しいと思うんですよ。上位ランク0まで合わせても多分上位ランクに行くんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。8680。どうでしょうね、これ。なんか、どうやるかな。まあ。これ普通なのかな。なんかあのね、あ、すげえな、すごい。OK。何の PP だ？なんかある？これを絡めて。絡めて。じゃ。まあ。どうでしょう。半分くらい。45% 以上。す
すごいな、チンギスハン。最適性ですかね。プラズマの、見せたいっすね。普通に見せたいっす。よしよし。これ結構難しいと思うんですよね。どうですかね。どうですか。左側のビットンから常に来るじゃないですか。で。まあ、適正は適正なんですよ。今いる。超うまい。このチンギスハンと、いやいや、みんなうまい。みんなうまいっす。みんなうまいっすよ。さて、何見せてくれるの？いや、いいなぁ。これ私見せ場ですね、これね。どうも、これ。こんなもんかな？大丈夫？ララ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 ラ。どう？見せられたかな？見せられてないね。よしよしよし。次、誰だ？わあ、これ。これちょっと見せ場だね。これ。どうやってくれるのかな？いや、これすげえよ。うまいよ。見せてくれるよ。またこれすんごい傾斜でこれどう？うわこうですよ。見ました今の。おそらく5度あるかな。5度あるかなっていうぐらいだと思うんですよ今のね。それをガバリこう入れていくんですよ。見せられましたよ。1回だけね。ホストでやってて1回も見せられないですね。なかなか、あ、今とこ使ってもよかったんじゃないかなと思いますけどね。どうなんでしょう。私なら今のは使うかなっていう予想ですよね。出来次第でパンドラちゃん SS 使おうかなと思ってます。どうだろう。どうこれ使えば終わる。うわーどうこれ。ワンウェイかよかった。あれワンウェイで。戻したい。おーし。これ、どっち側で、下じゃなかったかな。ですよね。これ、もう私は打つでしょ。で、チンギスハンはそれでいくでしょ。で、お量も SS で、チンギスハン絡めて、プラズマ飛ばすでしょ。まあ、お量と、これで終わりかなと思うんですけど。あれ？なんだ？頂戴のとこなんだけど、これ。気づいて、よかった。多分、ゲージに吸ったんじゃないかな。なんだ、寝てたかな、すみません。大丈夫かな。これはまあ丁寧に
お、さすがですね。ありがとうございます。丁寧にご交換をいただきました。はぁ、あ。なんかよかった。グッドに。しないでしょ、うん、いやーグッと、なんかこう来ましたね、ね、うん、普通にちょっとはですねなんかこうバシッと決まらなかったような感じが、うーん、私のね一発目ミスるとこうずれますよね、全体的に。まあ参考になるような動画ではなかったような気がするんですけど。はい、こんな感じですね。山竹ですね、攻略しましたけど、まあキャラ強のおかげで、あと他の方のはね、ちょっとうまかったんで。私はもうキャラ強だけで、なんとかやりました。はい、こんな感じでございました。おさまさまでした、本当に。ご視聴いただきありがとうございました。